サムエル・チメレヌカ・チュクウエゼは、ナイジェリア・アビア州出身のプロサッカー選手。ポジションは、FW ・ MF ・ビジャレアル CF 所属。ナイジェリア代表、アビア州のイクーアヌに生を受ける。2017年に、ナイジェリアのダイヤモンドアカデミーから、ビジャレアル CF に加入する。最初は、ユースチームでプレーをしていたが、後に B チームに昇格。2018年4月15日。 セグンダ・ディビシオン B、CE サバデル戦にて、シニアデビュー。5月20日のビルバオアスレティック戦にて、キャリア初ゴールを記録。デビューシーズンは11試合に出場しに得点を記録した。2018年9月20日の UEFA、ヨーロッパリーグ2018から19のレンジャーズ、FC 戦では、トップチームでのベンチ入りを果たし、途中交代で投入されトップチームデビュー。 2018年11月1日、コパデルレイ UDR メディア戦に、スタメンで起用されると、トップチームでの初ゴールを記録。2018年11月5日のレバンテ UD 戦で、プリメーラ初出場を果たす。トップチーム昇格後は、残留争いと低迷する、ビザレアル c f の中で主力として定着し、シーズンを通して、大きな存在感を放った。 U17 でのプレー経験がある。2018年10月にフル代表への初招集を受ける。11月20日、ウガンダ代表との親善試合にスタメンで起用され代表デビュー。クラブシーンでの活躍からアフリカネーションズカップ2019のメンバーに登録される。準々決勝の南アフリカ共和国代表戦では代表初ゴールを記録した。 2020から21シーズン終了まで出展。soccerway.com2020 年11月17日現在出展。national-football-teams.com ありがとうございます。